おはようございます。あれ、声が出ないわ。えー、11月27日の月曜日、溝口駅長の朝ライブです。おはようございます。今朝はちょっと冷えますかね。えー、っと、<laughs> また新しい週が始まりました。皆様、お目覚めでしたらいつも通りコメントよろしくお願いいたします。よいしょ。よいしょ。 ちょっとまだ準備中です。よいしょ。はい。えっ、ー、と、早速のコメントは、今井さんありがとうございます。妙見の森バーベキューお疲れ様でした。本当にね、ありがとうございました。早めに行って正解でした。料理もお酒も美味しくいただけました。本当に美味しかったですね。まあ、ちょっとその話はこの後ね、じっくりしたいと思います。 はい。他の皆さんはどうですかまだお目覚めじゃないでしょうかね。はい。もう、えー、なければ、もう、とっとと始めていきたいと思います。鉄道趣味で人生を豊かに、溝口駅長の朝ライブです。昨日は、ね、前々からもずっと言っておりました、妙見の森、ケーブルカーとリフトに乗りに行くのと、えー、バーベキューテラスというところでね、バーベキュー大会楽しんでまいりました。 いやー、ま、結果から言えばもう大成功でしたね。もう、あの、事前の作戦がこうを奏して、その、ね、ケーブルカーがもう大行列で、もう2時間待ち、3時間待ちじゃないかというような情報がありまして、もうそんなのにね、並ばされたら叶なわないなというのがありまして、まずケーブルカーをね、 いかに早く乗るかというのはね、もう本当に事前にもうしっかり準備しまして、大成功でした。あの、何をしたかというと、あの、妙見の森ケーブルというのがですね、のせデンの妙見口駅からちょっと離れてるんですね。歩けない距離じゃない。まあ、十分歩ける距離なんですけど、1.5キロぐらい。まあ、ちょっと緩やかな上り坂になっております。まあ、歩いていっても20分ぐらいですからね。 まあ余裕があるなら別にね、歩けばいいんですけれども、ちょっと今回はね、まあ、少しでも早くケーブルカーに並びたいという思惑がございまして、もう朝の早からですね、もうちょっと参加するメンバー、今回私入れて15人だったんですけれども、もう朝の8時前から、セ瀬ンの妙見口に来ていただきまして、で、溝口が車を出してね、ピストン輸送、 妙見口とケーブルカーの黒川駅の間をね、行ったり来たりというのをやりましてね。何往復しましたかね。1回、2回、3回、4回か。4往復しまして。10、10人ぐらいかな。えっ、ー、と、車で来られた方もいらっしゃるし、歩いた方もいらっしゃるので、えー、10人ほど車で運ばせていただきまして、 その作戦が構想しまして、まあ、ほぼ一番、<laughs> まあ、あのー、7時、8時前の時点で1人は並んでたのかな我々以外に1人で並んでたんですけども、その後、<laughs> 我々のグループが閉めまして、<laughs> ものの見事に、えー、昨日のケーブルカーの処便、えー、<laughs> 始発電車に乗れました。でね、あのケーブルカーがね、 あの通常はあの朝9時20分が始発なんですけれども、さすがに混むということで、え繰り上げまして、9時5分に始発電車が出たようです。私は乗ってないんで分かんないんですけど、えー、と私は車だったんで、皆さんを黒川駅に送り届けた後、一人車を運転して、妙見山の山上に行きまして、山上の方からケーブルカーでね、降りて、 バーーベキューテラスに行くってていう,ようなやり方をしましまだからもう、えー、っと、ケーブルで上がった人は、もう9時15分、20分ぐらいにはね、えー、ケーブル下の三条駅に上がって、バーベキューのテラスの方にね、ちょっと荷物なんか置きまして、で、私は三条の方からケーブル、ケーブルじゃない、リフトで下っていったら、ちょうど途中でね、リフトでケーブル組とすれ違いまして、その写真を撮ったりなんかしました。 いや、楽しかったですね。まあ、ちょっとどんなだったか、写真をね、ご紹介したいと思います。ポチッと。これ、昨日の妙見口駅ですね。朝の7時25分ぐらいには着きました。私、茨城なんで、茨城からね、新名神飛ばして <laughs> 行ったらあっという間でしたね。で、妙見口駅。ま、さすがに早朝の時点ではね、あの、人気がほとんどなくてね、静かでした。 でここからちょこちょことね、うちのメンバーが集まりだしまして、えー、こちらですね、妙見の森ケーブルのふもとの駅、黒川駅へ、えー、送らせていただきました。朝の時点、ちょっともやがかかってましてね、霧と言いますか、もやがかかってまして、これはこれでなかなか幻想的。えー、晴れてれば、この後ろにね、ケーブルカーが一直線に、山上に伸びている線路が見えるんですけれども、朝はちょっと見えにくかったですね。 これが7時半ぐらいの時点ですね。さすがに並んでる人いません。まあ、本当に、あのまあ、足がないんでね、さすがにあの各地から妙気口まで来るのに、まあ、始発電車に乗ってもそんな早く来れないっていう方も多いでしょうから。ということでね、まあまあ、限られた方はね、まあ、早く来られてたようですけれども、あと自転車の方もいますね。でこれがこ今年といいますか、 12月3日で最終営業を迎えるケーブルカー。ね、さよならヘッドマークついてますね。これ乗りたかったな、最後。<laughs> 私は乗ってないですけれどもね、メンバーの皆さん乗れてよかったです。で、これが8時20分か、そこらかな、の時点でね、もう続々とケーブルカーに人が集まってる図でございます。まあ、やっぱりね、まあなんでしょうね、鉄道、 ファンの方なんでしょうか。まあ、紅葉目当てのね、行楽客でしょうか。それにしても、こんな早くから来てね、並ぶんですね。まあ、混雑するっていう情報がね、もうずっと流れてたんで、まあ、警戒して早めに来られた方多かったようです。で、これ、山頂に上がって、えー、リフトに乗ってるところですね。朝の時点、ちょっと曇ってたんですけれども、まあ、それでも見事な紅葉。どうですか、これ。ね、真っ赤な紅葉。まあ、黄色い木も多かったですね。 あとはまあ足元にはもみじの絨毯なんかができてましてね、綺麗でした、本当に。昼ぐらいから本当に青空でね、お,お天気もよくって日差しもあって、だから朝の時点ではあの寒かったです。あの、道路際のね、気温計を見ると2度、<laughs> 2度でした。寒っって思いましたけど、まあまあ、朝は寒かったですけども、もう昼ぐらいって日が照ってくるとね、そんなこともなかったですし、 うん、あのバーベキューとかしてね、まあ、いろいろ動いてると、そんな寒さ感じることなかったですね。まあ、あのしっかり着込んでいったっていうのもありますがで。これがね、我々が使わせていただいたバーベキューテラスのね、えーまあ,あの,炉の場所なんですけれどもあの、今回は奮発しまして、こういう、ね、立派な屋根付きのコーナーをね、2つ借りまして、えー、やりました。本当楽しかったですね。 まあ旅行会、乗り鉄旅行会でバーベキューするなんてね <laughs>、まあよく思いついたなんて自分でも思うんですが、本当やってよかったですね。で、まあ本当にね、こんな立派な施設でね、いろいろとね楽しめるっていうのを、まあ、もっともっと早くに知っておけばね、毎年やったかなっていうぐらいいい、本当によかったですね、場所は。で、これが住み起こしているところですね。 あのもう今回、ですね集まったメンバー、本当にねチームワークがよくって、まあ、別に何だろうチームでも何でもないんですけどね、たまたま集まったメンバーなんですけれども、本当にあの火を起こす人、で調理する人、いろいろ物を買って持ってきてくれる人もう,うまい具合に、ね、分散しまして、えーね、火起こし班も,もうあの素晴らしいメンバーでやっていただきました。 あとはね、料理作ってくれる人、これね、ラーメンとかね、焼きそばとか作りまして。本当に、あの、サイドメニューが充実してましたね。あの、バーベキューテラスでね、まあ、お肉とか当然ね、用意されてて、まあ、それを予約してたんですが、なこういうところのね、お肉って、大概、あの、足りないんじゃないかと。<laughs> ちょっと物足りないぐらいの量でね、買い足すことになるんじゃないかなって思ってたんですけど、全然そんなことなくってですね。 もうお肉がね、もう最後余るぐらいありまして、しかもいいお肉。いや、本当にね、おいしかったですね。外で食べるとまたなおのことおいしいというね。で、これ、まああの焼肉はもう終盤終わった後でね、デザートということで、ね、マシュマロ。なんかこれ、でっかいマシュマロなんですけど、なんかバーベキュー用っていうのを買ってきてくれた方がいらっしゃってね。 みんなでマシュマロをね、えー、炙って、とろとろにして食べるっていうのをやったりしましてった。本当そういうのも楽しかったですね。まあ、火があると何でもできますね。うん、もっとまあ、本当に準備期間というかね、あの事前にいろいろと調整できれば、もっといろんなことできたかなとも思うんですよ。まあ十分でしたね。もう、まあ、これ以上やっても無理か。うん、本当にいろいろ楽しめましたわ。 うん、はいまあこここまでかねこういうのもねバーベキュー楽しみました本当にいい場所でね「妙、え、見、ー、の森バーベキューテラス」あの一緒に行った方がねあの平日に来たことがあるって言ってましたけれどもあの自分たちのグループともう1組ぐらいしか使ってなかったですって <laughs> まあまあ、昔の話ですね以前来た時はそんな感んでしたっていう,いうふうにおっしゃってたんでやっぱり知名度がなかったんだなと、まあ、いくら施設が良くってもね 知られてなかったら利用されないって、本当にもったいないですね。まあ、この数ヶ月はずっとね、満席の状態が続いてたんで、ね、初めて来て良さに気づいたっていう方も多かったんじゃないですかね。本当に、も、ま、う、あ、私も、あのー、ね、今回すごいいいっていうのが分かったんでね、もう本当に、また行く、行くことができないのは残念です。はい、まあ、ということでね、無用圏の森ケーブルと、えー、バーベキューテラスで、 ね昨日は一日楽しんできたというお話でした。ポチッと。はい。まあ、最後はケーブルカーの写真を写しておきましょうかね。いや、本当に一日ね、もう楽しみましたね。まあ、紅葉も良かったし、お天気も良かったしね、ね混雑もほとんどね関係なくって。まあ、帰りはちょっとね、 帰りのケーブルカーは20分ぐらい並びましたがね。えー、で、私はり産業のリフトに上がるリフトに、まあ、並ぶほどではなかったですね。まあまあ、そんな混雑っていうほどのことはなかったんで。なので、まあ、我々に関して言えば混雑の影響はゼロ。<laughs> なかったです、まあ。朝ね、並んだのはありますけれども、まあ、メンバーの方もおっしゃってましたけどね、あの列の後ろの方でずっと 待たせられるのと、列の先頭で待ってるのとしては全然気分が違うと。<laughs> まあそりゃそうですわね。もう空きさえすればね、時間がきさえすれば乗れるっていうのはもう確保されてますからね。まあそういうのでね、んと大もう作戦勝ち、大成功でございました。本当、昨日来てくれた皆さん、本当にありがとうございました。ね、あのー、ね、やっぱこれだけメンバー集まるとね、人数増えるとね、なかなか遅れてくる人がいたりとかしてですね、あのー、 大変だったんじゃないかなという気がしたんですけれども、全然そんなことなかったですね。本当にまたこのメンバーでまたどっかでね、あ、そうそう、<laughs> ね、あの、今度は滋賀でやろうとか、ビバコでやろうとかいう話もありましたね。まあ、ちょっと鉄道にちなんだところで、そういう場所があればまたやってもいいかなと思ったり、まあ、ちょっと気候のいい時期にね、まあ,あの、春、4月、5月とか、 まあ、暑く、暑さがもうね、過ぎた9月、10月あたりとかだったら良かったかもしれないですね。また考えたいと思います。まあ、とにかく、大成功、良かったです。ありがとうございました。中谷さん、どうもおはようございます。小西さん、どうもお疲れ様でした。楽しかったですね。またやりたいです。<laughs> 焼きそばの材料の量もちょっと考えます。余っちゃいましたね。まあ、あの、足りないよりは良かったと思います。ね 本当にあの、買い出しからね、えー、焼きそば作りまでもう全部お願いしたう申し訳なかったです。ありがとうございました。美味しかったです。あ谷さん参加できなくて残念。またね、また考えたいと思います。やりたいと思います。上田さん、あ、おはようございます。お疲れ様のコメントもありがとうございます。伊佐山さん、えー、昨日は別件とかさがって参加できず、残念でした。ね、まあまた、旅行会はもう何度もやりますんで。 またどっかタイミングがあればよろしくです。言い訳さん、バーベキュー大盛況だったみたいですね。行きたかったね。あ、そっかそっか。またね、和歌山方面でやってもいいかもしれませんね。どっかいいところあれば、えー、ぜひぜひ情報ください。赤織さん、どうもおはようさん。日浦さんもいつもありがとうございます。あれ、アイコン変わりましたか、えー、山崎さん、おはようございます。椎本さんもいつもありがとうございます。 今井さん、ワインもビールも美味しかったです。いつもの N ゲージも走らせられてましたし、本当にね、えー、いいお酒がね、あ、そうそう、それこそ小西さんが持ってきてくれたね、あの、地ワイン、<laughs> ね、大阪のワイン美味しそうでしたね。大好評でした。飲みたかった。<laughs> 私は車なので飲めませんでしたけれども。まあ、ちょっと、えー、今回飲め、飲みきれなかったお酒もあったようなので、またね、次。 まあ、模型警の時にでも、もし残っていたら持ってきてください。また、えー、溝口も飲ませてください。よろしくお願いします。はい、ということで、今日は昨日やりました、妙見の森バーベキューのご報告でございました。また一週間始まります。今週もよろしくお願いします。それでは皆様、今日も良い一日を。